第12回国際アイヌ同大会、この群馬県高崎市に2000名のアイヌ同を愛好する方々がお集まりで、大変盛大に行うことができました。これはまずこの度は高崎市長をはじめとする高崎市民の方々のお力、それから各国の愛機能を日々警備されている方々がお集まりになり、一丸となってこの大会を盛り上げたと、これが素晴らしい大会につながったものと私は確信いたしております。この流れを大切に、これからも愛機能をしっかりと研鑽しながら大きな輪を作っていくのが我々の役目だと、このように思っております。この大会の締めくくりといたしまして、これから演舞をさせていただきます。基本的なことを立ち技、座り技、アンミー、ナッタチ、ロキドリ、タイエンズ掛けと基本的なことを主にやる。